第10の球マカツ球は問題なく突破できたかに見えた。が不意をついてカプリコーンのゴールドセインとウラのエクスカリバーが大地を深く切り裂き、シリュウと他の3人を分断してしまう。セイヤたちを先に進ませ、マカツ球に残ったシリュウは13年前アイオロスに致命傷を与えたというシュラとの一騎打ちに臨む。アイオロスの無念を込め、シリュウは渾身のロザン昇竜派を放つ。禁断のロザン交流派。甘いぞ、そんな子供騙しの技がゴールドセイントのこの修羅に通用するか。自分が仕掛けた技の勢いで自分がすっ飛べ。シリュウジャンピングストーン。バカな昇竜派まるで通用しないなんて。ソーラ、ついでにクロスも全て吐き取ってくれるわ。エクスカリバーの切れ味を思い知るがいい。最強を誇るこのドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これは終わりだ。今首を落として楽にしてやる。俺の死闘を捨てて受け止めるとは、バカな。どこにこれほどの力が。シュラ、この支流一人では死なぬ。必ずやアイオロスの無念を晴らし、お前も連れて行くぞ。この絶体絶命の時にこの男のコスモは衰えるどころかさらに増大していく。この支流にはまだ残されたものがあるというのか。お言葉に背いて申し訳ありません。この支流、老子の戒めを破ります。もはや死に時だぞ、シリュウ。たとえ5体全てが飛ばされたとしても一人では死なん。レディーオン。敵の攻撃。何の過保存か。何のえっ、死ねろ。ロザン昇竜派。えっ、シリュウ、シリュウ。ロザンの大爆風は全てを吹き飛ばす。さあ、約束通りお前も連れて行くぞ。シラ、この技はロザン交流派。カプリコンの火も消えた。11番目の方米宮へ急がねば。このコスモは、交流派は我が第四なる老子に禁じられていた己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無比な技。ライブラの老子にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだ。シュラよ、セイントなら分かりきったこと。アテナのためだ。アテナはこれから平和を生み出す邪悪と戦わなければならない大事な人。その沙織さんが悪を打ち払い、この世は平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、この支流一人の命など
お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せ、シリュウよ。シュラ、シリュウ、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの体は燃え尽き、そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。せめて星となってアテナを守るか。なあ、シリュウ、シリュウよ。Thank you.